私信じてたんだ。だってレインのこと私ひどく思ってた。彼ね、私のことよりもレインのこと好きなんだってさ。なんでレインなのかわからないって思っ、これ前見たな。 Once more。 というわけで上に上がってきたんすけどね、ムービー多いっすね。レベル9。そろそろあれかな、4分の3ぐらいなのかな。でもまあ、さ、30も40も手がないよな。容量的な問題もあるしな。プレステはあれだもんな、 CD だったもんな、まだ。懐かしいな。400メガぐらいだっけ CD って。この絵は全て虚実の塊だ。真実なんてどこにもない。確かに俺は人の肉を食い血を流し続ける。見ろよ、ブランカに映ったあんたのバカ面。俺のことを悪く言う奴なのだ。ケツの穴の小さい小市民ばかりだ。革命を俺は起こせ。もうお前も完成してるぜ。お前が何かするたびに俺は笑って見ててやる。最後に笑うのは俺じゃなくてもいいから。今笑いたいのさ。パソコンには何やら文字が浮き、雲は部屋に入ってきた。ブギポップを思い出すな。よっしゃ、41、これから行きますか。ムービーちょっと一気に見ちゃいますか。ぬーん。カウンセリング中に偶然手に熱いお湯をこぼしたクライアントはすでに痛覚失認しており、何事もなかったように片付けをした。また事故の身体部位のイメージがずれている可能性がある。器質的脳疾患または内分泌疾患下の脳障害が罹患している可能性もある。確認のためシンチレーションスキャンによる、もしくはポジトロン CT による後頭葉の検査を要請。最後ほとんどレインが喋って、いやマジか、痛覚が麻痺しておる。1032、工場入った後か。カロリーメイト、なんかあれ思い出すな。トライガンのホッパードザガントレットってキャラ思い出しますね。日記続きか、行こう。お父さんにバグがあったみたい。部屋から監視していると勝手に動いちゃうし、ひょっとして私に会おうとしてくれているのかな。レインはいつでもお父さんをちゃんと見てるし、つながっているよ。ほわん。カンセリン怖えな。おお、212。続きか。一気に連番なのかな。いや、これ一個ずつ見てこっか。ネットワークとつながっていなかったらみんな一人。わかる？はい。まあもうそうだよな。EEG。
ブギーポップっぽい。エレクトロエンスファローグラフィック、わからず。アメリカ語がわからん。続きか。ムービー多めっすね。ダメだよ、おとなしくしてなきゃ。いい顔するぜ。49。怖い。見ていきましょう。何か不安があるの？私はないよ。瞳子さんは？時々あるかな。何か嫌なことが起こりそうとか。妄想気分なのね。ええ、でもレインのように知覚されたものに変な妄想なんて抱かないわ。そうかな。あの男の人に対して思ってる気持ちや想像していることは妄想じゃないの？あの男の人って誰？今瞳子さんが頭に浮かべてる人。レインは私の想像してるものがわかるの。すごいね、超能力者ってやつ。私をからかうなんていたずら好きなのね。だって私、瞳子さんとつながってるんだもの。つながってる？どうやって？多分説明することに意味はないもの。そういうのを妄想着想っていうのよ、レイン。自分が選ばれた特別な人間で、自分が神様であるとか信じてしまう病気よ。私は病気で、瞳子さんは？私は病気なんかじゃないわ。私はいかんでしょう、もうぶっ壊れちゃう、もう。42。いやー、手出そうじゃん、だって。なかなかクライアントが心を開かない。多少の荒療治が必要。意図的に感情を逆なですると、漠然とした将来への不安感に反発するように攻撃的な面が現れてくる。アンビバレンスに歪んだ現れと言える。今後、能率低下、記憶力減退、注意力減退の自覚とともに劣等感や自責傾向が強まっていくのだろう。その結果、衝動的な行動が目立ち、知覚の阻壁ないし離人症が見られ、現実感の消失に悩む可能性は高い。突発的な自殺企図の可能性もあるので、トフラニールを投与する。ん？投与？お薬ですかね。いやー、もうレインな、煽る。あ、先生の日記行こう。そう、このままじゃレインに支配されてしまう。きっとこのデータは全てレインに見られていたのよ。何のために？どうしてレインの生まれた時からのデータがあるの？もうわからない。また声が聞こえる。声だけじゃない、吉田君や研究員たちが私を遠くから見てる。どうして私を見て笑ってるの？もうやめて！いかん、気づいてしまった。先生、まずいですよこれ。207。続きか、行こう。完全にあれだよな、講師に来てるもんな。お父さんは本当にお父さん？レインのことを誰よりも大事に思ってくれるお父さん？あ、やべ、また落ちちゃった。これは機械の方のことを言っとるよな、多分。もうリアルの音を
父さん眼中にねえよみたいな感じなのかな。ぐるぐるぐる先生の日記、これかな78。おかしいの？ネットにつながっていないと不安なのよ。つけたくもない日記を誰のために書いているの？これを読みたがってるのは誰？多分私じゃないわ。相当追い込まれてんな。これよっ。もうダメだ。どうしたらいいのかわからない。吉田君、あなたまで私を裏切るなんて。最初から私を笑っていたのね、あの研究員の人たちと一緒に。あなたに頼って泣いたり怒ったりしたこと、全部みんなに話して笑っていたなんて。信じたくないけど、今日その場に偶然通りかかってしまったのよ。もう私には吉田くんしかいなかったのに。ただの薄っぺらな男だったなんて。なんてバカなの、トウコ。誰か私に話しかけてる。そんなはずないわ、今は誰もいないもの。私よ、トウコ。トウコは私よ、やめて。誰がこんなに私を苦しめるの。もうやめて。やりに来てる先生。行くか。いやーまずいよ。どうなっちゃうのこれ。レイン、聞こえる？あなたがこれを読んでいるのは分かってるんだから。いやらしい子。もう私はあなたを治療しないわ。二度と私の前に現れ。まあね。なりますわな。50か。カラーの50か。10。108。これ207見なかったっけ？クロックなってるよな。でもしかしてもう結構終盤？そうでもないか。どうなんだろうな、分からず。誰かがお父さんにアクセスしている。誰？私のホストにアクセスするいたずら屋さん。え、先生？気になりますね。久しぶりに幻覚を見た。相手の正体がわからない。幻覚の私成長してる。もう小学生ぐらい。でもあの頃の私とは違って多分意志の強そうな目をしていた。あの頃の私って私だったの？ダメだ、やっぱり自分で許容できない。トウコさんのところに行こう。いや、まあ、さっき先生そろそろ手出そうじゃねえかっつったんだけど、下手したら刺す。もしかしてトウコさんは私のことがわかんない？何度も本当にレインって聞いてくるし、
私の病状にも首をかしげてばかり。これじゃ何しに行ったんだかわからない。なんだか私に怯えているみたい、瞳子さん。私がわからなくなってきてるみたいだね。私は変わってないのに。ところがどっこいですよ。行くか、見てみましょう。なんかとんでもないことが起こりそうな気がするぜよ。瞳子さん、元気がないよ。疲れてるの。雑用で嫌になったの？誰かにくだらないことをさせられてるって。そうね、そんな気もしないでもないわ。作為思考ってやつ？それとも構想ダッシュ？ひょっとして私からの構想干渉？私は何のためにこうしているの？私は自分の話してることをちゃんと認識してる？大丈夫だよ、瞳子さん。きっと明日になればまた元通りになってるから。元通りって？瞳子さんが苦しまない世界。レインと話している時と一人でいる時と、どっちが自分なの？どっちも瞳子さんだよ。私の存在を疑ってる時も。私がレインの存在を疑ってる？そう、信じたくないって思ってる。あなたを調べることで私の何が困るの？今の瞳子さんに理解できない情報が瞳子さんの精神衛生上良くないの。私に理解できない？でも私は知りたがることなのに。そう、全部知ることは今の瞳子さんには辛いことだわ。レインは私のためを思ってくれてるのね。当たり前だよ。だって私、瞳子さんが好きだもの。待って、これ真逆ですよね。立場というか、なんというか。先生の日記でもう来んなっつって、それは前なのか、今のは、うん。しかしそれがもし完成したと仮定するならば、確かに人間の間をつなぐ不可知な領域のネットワークをつかみえるのかもしれないね。それはカバラだとか赤軸レコードだとか、あるいはユングの言う無意識とか、言い方は様々あって、現在は誰もその存在を証明できないことだけれど。ところで、そんなものに興味を持っている君は一体どんなことを研究しているんだろう。目的は何かな。牧野真一。シュン71、続きだな。とんでもないことを言いそうな。やけになんないでくれ。誰だって一回くらい誰かを本気で死ねばいいって思うことくらいあるでしょ。それがあなたは許せないっていうの？あなたが高島を殺したんでしょ。私は絶対何もしてない。警察だって私じゃないって言ってる。自殺なんだから。ねえ、お願い、私を助けて。わかるわよ。そうね、レインはいい子でしょ。レインのでも生まれた時からのデータがあるっていうのがすごい気になる。あれが高島先生なんか知ってたのかね。何ですかね。レンボンだ、行こう。この辺でしまいか。そういう私も何を話したのか大して思い出せない。瞳子さんがかわいそうで助けたくなって、それから。忍ともファンとも。気になったので瞳子さんのノートブックにアクセスした。私のデータが見える。今まで見えてなかったのに。とりあえずダウンロードして保存した。この頃妙に眠くなって必ず幻覚を見てしまう。気が狂いそう。
また眠くなってきた。さっきも寝ていたのに。メールがなんだかいっぱい届いている。見るのも嫌だ。眠い。でも寝てしまったらまた私を見てしまうかもしれない。嫌だよお父さん。レインはレインで、あ、いいね。笑い男。全然違うか。いやー、ヘビーだな。今日は晩飯食ってないはずなんですけどね。すんごい脂っこい、なんか脂っこいものが胸になんか溜まってる感じ。モヤモヤする、なんか。人格水準の持続的低下が見られる。感情が麻痺しており無関心で作業意欲が低下している。目もうつろで女性らしい気遣いが以前に比べて格段に減った。これまで来客の際にお茶を出さなかったことはなかったが、それすらも気が回らない状態である。自身の想像している事故と現実の能力差が自分自身を責め立てている。すでに自我の単一性が失われ、クライアントの自我は崩壊し始めている。私の前でも自信のなさを露呈し、自分が病気になったような新規感を抱いている。時々私のことが分からない。たまらんね。なさげかな。上行きますか。今気づいた、ちょっとさっき気づいたんですけど、矢印がね、真ん中のとこにあるんだね。さあ、次はどうなんでしょう。メイン、もう十分でしょ。こんなズタズタになった私を見て満足でしょ。ねえ、見てるんでしょ。お願い、もうやめて。許して。私にはこんなの耐えられないわ。自分がおかしくなるなんて。これはレインの仕業なんだよね。レインの望みは何？教えてよ。私には何が何だかもうわからない。めっちゃ笑いよるわ。300ぐらいまでいっちゃうんかね、これ。ほとんどレインと先生のゲームだよな。声優さんが大変だ。行きましょう。やめてよ、レイン。私が何をあなたにしたの？もう許して。お願い。私はおかしくなんかなりたくないの。私がおかしくなったらあなたを治療できないのよ。いくつですか。1052。お父さんに抱きしめられてたやつの続きどうだったっけ。君、できたよ。え、何が。私のお父さん。なんだって。おっ、レイン、レイン、レイン。どういう存在になってんの。アニメでもこういう感じのとこあったけど、神にでもなろうっていうか、もう なってしまった感じ。お父さんできてしまったのか。どんな
怖いよ。清水香織。ブギーポップもそうだっけ、それは。いや、マジブギーポップおすすめなんで。うん。てか、同じなんだっけ作ってるとこが。うん。大体似たような感じ。原作のブギーポップと、アニメのブギーポップと、漫画の、マッケインたちのサーカス、全部、ね、毛色、全然違うブギーポップなんで、そちらもおすすめです。噂？気になるの？誰かが瞳子さんの噂をしてる。関係妄想？それとも被害妄想？そうね。自分に自信がないからかな。どうしてレインはそんなに自信があるの？病気なのに。私病気になれたんだ。ねえ、なんて病名？精神分裂病？サヴァン症候群？それともコルサコフ症候群による記憶障害？能動性自我意識の障害で、自我の同一性の障害で、過去のことや記憶が混乱していて、離人症で、精神分裂病で。違うわ、仮病よ。せいぜい虚無妄想気取り。じゃあ病気じゃないの？そうね。あなたなんか本当はいないのよ。自分がここにいるって思ってるだけなのよ。あなたの記録を見せられてみんな騙されてるの。そう、だからみんなろくにあなたのことを覚えてないのね。嫌味を言うなんて瞳子さんらしくないよ。でもそういう人もいるかもね。瞳子さんはどっち？レインがそう思い込んでるって思ってるわ。妄想が妄想を作り出してるのよ。慢性的な幻覚妄想状態なの。自己増原子も声が聞こえるのも全て妄想よ。じゃあ今ここにいる私は？だから直さなくちゃいけないの。真面目だね。エリートだものね。選ばれた人間。そうよ、私は頑張って今ここにいるのよ。遊びたいのに我慢して勉強して試験に合格して。だから本当こんなことしてちゃいけないのよ。かわいそうな瞳子さん。めっちゃオールがこんなんじゃなかったよな。どうしてこうなったっていう。ああもう、ああなんとも、ここか。メールの中にウサギさんのメールがあった。まるで消える前のような明るく優しいメールだった。久しぶりって挨拶して近況を書こうと思ったけど書けなかった。ウサギさん、さてさてウサギさんは今何をしているんですかですね。私の問いかけに関しても反応が鈍くなった。自信のなさが自己評価のバランスを欠いている。知識に不備が見られ正確な判断がなされていない。自分の立場をすでに見失っている。なんかもうどんどん侵食されてきてる感がやばい。先生をカウンセリングできるような状態じゃ。私、どうしたの？昔の私みたい。誰？私って。いかん、いかん、これもういかんことになってる。自分がわからない。いくつだっけ。250。おー、続きか。行こう。ついにここまで来てしまったか。一体どうして私のアドレスが分かったの？美里ちゃんのメールが私の隠れアドレスに来ていて、まるで仲の良かった頃のような口ぶりで突然占いの話をしている。ウサギさんといい美里ちゃんといい勝手だよね。ずっと私は連絡を待っていたのに。でも
急いで電話番号を書いたメールを出した。電話はまだかかってこない。また裏切られたのかな。美里ちゃん、これもまあ気になる存在の一人だよな。本当にいるのだろうかと、見るのが辛くなってきた。ねえレイン、私はもう死ぬしかないの？他には方法はないの？私は自分の体を失うしかないの？そんなの嫌！自分が消えちゃうなんて嫌！誰にも支配されたくない。みんなそうでしょ？レインもそうじゃなかったの？怖くて怖くて仕方がない。お願い、レイン助けて。お願い。あかんぞ、いかんぞ。45、なんつうんすかね、進めるのが辛くなってきたぜ。メランコリー型性格の患者には発病との関連を自覚させるような精神療法が有効であるため、クライアント自身の自立を促す方向で対処する。神経症の症状に加え、うつ病と精神分裂病的な症状も見られることから、非定型精神病の可能性もあり、脳波の除波化の傾向がないか付属病院に脳波検査を含む精密検査を依頼。これが217か、一つ開いちゃうんだ。うまくいってくねえかな、なんか、もう一人の私って何よ。私は一人しかいないの。どうしてそんなわけのわからないことを言うの。同じ考え方ができて判断するだけなんて人間でも何でもないわ。私って存在はここにしかいないのよ。どこにいたって私は私。誰よ。私はあなた。やめて、なんでこんなこと打ち込んでるの。私おかしい。私おかしくなんてないわ。くは、いかんぞ。これか。先生、ちょっとここらで少し休もう。有給取ろう。メーラーのバグ発見？作成日の年数がデタラメ。もしかしてサーバーの問題？サーバー管理者にメールしなきゃ。どういうこっちゃ。ういう。家にお母さんがいない。どこに行っちゃったんだろう。家で、まさかどっかで酔っ払って倒れてしまっているのかな。警察に電話して捜索を頼んだら、子供だからって信用されないでわざわざうちまで確認しに来た。お父さんに知らせたいけど連絡できない。お母さんしか連絡先知らないもの。若い警官が陰口を言っていた。蒸発したとかって。お母さんはそんな人じゃない。悔しくて涙が止まらなかった。あんまり悔しいんで警察のホストをめちゃくちゃにしてやった。ざまあみろ。私の大切な人を守るんだ。すげえな。悔しくて泣いた。まだあれか、どうでもいいやって感じじゃないんだな。母ちゃんも大事なんだな。無言電話とかいやらしい変態電話がかかってきた。電話を止めようと思ったけど、お母さんもお父さんも美里ちゃんも連絡が取れなくなったら困るから、できるだけ出たけど限界になって、寝るときは線を外すことにした。
気がついたら死ね変態とか叫んでいた自分が怖い。ひえ、ありがとうございます。2個あるな。続き219。誰かが私を苛立たせようとしている。なんで私にそんなことをするの？苛立たせようと、うん、何者だ。シュン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 、あ、ムービーこれで出すかな、とりあえず1039。電波がひしめいている。あれ、自殺した女じゃね、うん、そっか、番号的にはあれか、1040いくつだったから、牧野慎一郎だっけ、あれとかも、うん、ご主人ちょっと少なそうかな、この倍数は。増えてくのかな、どんどん。カウンセリング、あ、やべえ、11か。まあいいや、これだけ見ちゃおうか。トーコさん、大丈夫？ええ、なんとか頑張れてるわ。時々不安定になるけど。トーコさんは考えすぎだよ。周りのことも気にしすぎてるんだよ。私は見えっ張りだから、仕事も恋も。恋愛って必要なこと？人生にとって大事なことだと思うわ。女の人には男の人が必要なの？女だからってそうじゃないわ。そう言うなら男の人にも女の人は必要なはずよ。男の人がいなくちゃダメなんて強迫観念だよ、トーコさん。一人で生きていけるよ、トーコさんなら。でも寂しくない？私は寂しさに耐えられない人間なの。レインは？レインはどうなの？私も寂しがり屋だよ。というわけで一個見てしまったんですけど、もうどうなるんですかね。まあ改めてこのゲームやって思うけど、すげえゲームを始めてしまったなと。原作もなかなかすごい、難しい作品ではあるんですけどね。いやー、原作っていうか、まあアニメっすか、同時期だったよね、そういえば。というわけで、じゃあ一旦切りたいと思います。お疲れ様です。